どうも、トヨです。なんとですね、もうすぐルフィ、黄金に輝くスーパーサイヤ人のような戦士になります。いや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 、そんなわけないやろと、お前今日は木曜日ちゃうで、みたいなことをね、思った人もいるかもしれないです。いや、僕もね、最初はそう思ったんですけど、考えていくうちにあり得るかもなって思ったんですよね。まあ、それをね、もう今日皆さんにもジャッジしてもらいたいんですけど、まあ、そもそも、今のルフィ、いや、太陽の神ニカって、なんで太陽の神なんですか？そんな描写ありました？ここに僕はね、今回違和感を持ったんですよ。実際今までのこのニカの能力っていうのを振り返ると、体が白くなったり、巨人になったり、周りもゴム化させたりっていう能力はあるんですけども、そもそもこのゴムゴムの実って言われとったぐらいやから、ゴムの性質を持っている、そしてふざけてるやつみたいな感じで、別に太陽の神である要素っていうのは作中で説明されていないんですよね。実際こちらの画像のようにニカはやけにこの月と一緒に描かれているみたいな印象があるんですよね。実際満月で数論化して白くなるミンク族もこのニカと関係しているんじゃないのかって言われているぐらい、太陽よりも月の神って言われる方が納得するんですよ。しかしルフィは太陽の神なんですよね。それってなぜかと、そこにはまだ僕らが見ていないギアフィフス最高到達点のその先、隠された能力があるんじゃないのかってことを思ったんです。今日はそれをお話ししていきます。それを話していくために必要なのは、ワンピースに登場する太陽の神の要素を紐解いていくと、ルフィのパワーアップの真相に近づけることに気づいたんですよね。でまずこちらのマーク、ワンピースに登場するこの太陽十字のマークなんですけど、これはね、伏線の塊ということ、皆さん気づいてますか？ワンピースの世界には、まあ、太陽の神が登場するというのはもう確定しました。ルフィですからね。じゃあ神様がいるんやったら、それを信仰する宗教があるやろうと、まあ、つまり太陽信仰があるってことも推測できますよね。この丸に十字架で太陽十字と呼ばれるシンボルは作中にたくさん出てきてるんですよ。つまりこれが太陽信仰を示す証なんじゃないのかって思うんですよね。まず分かりやすいのはこちら、シスターさんというとお祈りを捧げる、まあ、人たちですよね、神に対して。でそのシスターさんのこの十字見てください。しっかりとこの太陽十字になっているんですよね。でさらに気づいたんですけど、太陽十字ってニカの象徴であるならば、今の世界政府と反対の立場であるはずなんですよね。だって今の世界政府っていうのは天竜人を神としているのだから、だから違う神を崇めている、つまり反世界政府側のシンボルであるっていうことが考えられるわけなんですよ。じゃあこの太陽十字、まあ重要なことは分かってくれたと思うんですけど、このロザリオのこのシスターが倒れてる時の太陽十字、いやいやワンピースでこんなシーンあったかっていう人も正直いると思うんですよ。これはですね、ローの過去編に出てきたフレヴァンスのシスターが持っていたロザリオなんですよね。いやいや、シスターがたまたま持っとっただけやろっていう人も正直いると思います。じゃあこちら見てください。ウイスキーピークで神の五加護目つぶしと言ってきた、まあ、多分パチモンのシスターなんですけど、パチモンのシスターが持ってる十字は太陽十字ですらないんですよ。つまりワンピースの世界は普通の十字架もこうやって存在しているんですよね。じゃあフレヴァンスのシスターのロザリオってのは明らかに特定の宗教太陽神のことを指しているんじゃないのかってことが確信としてまあ掴めてくるわけじゃないですか。でフレヴァンスというとどういう国やったかっていうと、白煙の産業で栄えた国やったわけなんですが、世界政府と王族はその白煙の毒性を知っていながらそのまま産業を続けさせたと。で最終的には世界政府と王族から見捨てられたかわいそうな国っていうことですよね。でローも白煙病になってましたし、そういう国やったわけなんですよ。つまり世界政府から見捨てられた反世界政府になり得る可能性があった国なわけなんですよ。だからその象徴として死に際のシスターのロザリオが太陽十字で倒れてるっていうところをわざわざ描いてくれたんじゃないのかと。これは反政府のシンボルだよと小田先生が我々にヒントを与えてくれてるんじゃないのかって思ったんですよね。そんなこと言うたかってどうや、それたまたまやでみたいな、こんなシスターの細かい細かいコマだけつけてイチャモンつけたあかんでっていう人もいると思うんやけど、こちら見てください。また知らんシーン来ましたね。これはですね、ドフラミンゴの家族が地上に降りてから北の果てで暮らしていた家を燃やされたシーンなんですけど、太陽十字を持った人がしっかりと描かれているんです。まあもちろんね、家を燃やした人たちも何もドフラミンゴファミリーが憎かったわけじゃないんですよ。憎かったのは現世界政府、今の天竜人神様なんですよね。天竜人は神って言われてますから、天竜人が来たらね、こうやって頭を冷やさないといけない、そういう状況なんですよ。おかしいやんと、俺らの信じてる神はもっと崇高なる存在や、だからこうやって掲げているんですよね。神のもとに
悪魔は立ち去ると。実際そういう宗教ってありますから、自分たちの信じている神以外は悪魔だよ、邪教だよみたいなことを言われるっていうことはあるんですよ。そういう風な考えがこのワンピースの世界にもあるんじゃないのかなと。だからこの燃えてる群衆の中でも小田先生を描いたんじゃないのかなと。で、実際今ワンピースの世界で世界政府非加盟国ってどこやねんって言ったら、ワノ国とか空島とかそういう場所があると思うんですけど、そういった場所でもですね、この十字と思えるようなマークがね、わざわざ描かれてるんですよ。例えばワノ国のこの紋章、わかりやすい太陽十字ではないですが、まあ明らかに太陽十字を意識しているようなマークになっているわけじゃないですか。真ん中に太陽があって、そしてこのクロスになってると。で、こちらシャンドラの松明、あのカルガロとかのね、シャンドラの松明なわけなんですけど、これも太陽っぽいこのマークの中にまた十字になっているっていうのがあるわけなんですよ。で、まあついでにね、他にもないかなって調べてたら、スリラーバークにもね、この太陽十字というのもあったんでね、まあそこは墓場ということを言われてますから、スリラーバークにこの太陽十字があったっていうのは、反世界政府側が負けてしまったよっていう象徴なんじゃないのかなってこともね、思ったんですよね。まあ、つまりワンピースの世界でもこの太陽十字というのは明らかに反政府のシンボルとして描かれているんですよ。じゃあここでやっぱり問題になってくるっていうのは、今、まあ、世界を騒がせている男の一人であるこのクマですよね。クマこそがこのマークの象徴と言ってもいいキャラクターなんですよ。実際このバーソルミュークマの服の柄というのは明らかに太陽十字なわけなんですよね。さらにクマというと、こちらバイブルを読んでいるわけなんですけども、表紙に太陽の神を描いているんじゃないのかみたいな話で聞いたことある人もいると思うんですけど、見てください、こちらもう明らかに太陽っぽい神を描いてるわけじゃないですか。実際表紙になるほど書かれているのって重要なんですよね。まあ、たまたま僕都市伝説のチャンネルもやってるんで、こういうものも持ってるんですけど、まあ、こちらホーリーバイブルと言って、こちらもバイブルなんですけど、まあ、これはですね、まあ、この秘密結社がですよ、この秘密結社が大事にしている聖典なわけなんですけど、まあ、こういう風にやっぱりある種象徴的な絵をここに描いているわけなんですよね。で、実際このキリスト教のこの聖書、こちらもしっかりとクロスが書かれているわけなんですよね。つまり明らかに自分のところの象徴となるものが書かれているんですよ。じゃあこのクマが持っているこの聖書の表紙に書かれているのも、間違いなく太陽神としてまあ崇めるための聖書なんじゃないのかなと思うんですよね。この服の柄も相まって、でさらにクマはまだあるんですよ。クマというのはラテン語で太陽を意味するこのソルという単語があるんですけど、そのソルを由来とした国、ソルベ王国の国王をやっていたんですよね。ここまで来たらクマって絶対関係してるやんと思いません？超重要でしょこの男。その国王が常に聖書を持っていて、その聖書には太陽と女神が書かれていたということなんですよね。で、つまりじゃあ太陽十字とは太陽信仰の証であり、太陽信仰と反世界政府の意思というのは明らかに関係しているものがあるんじゃないのかってことを思うわけなんですよ。じゃあこの太陽十字と関係しているのが実はまだあるんですけど、それがですねキザルなんですよね。だからこのクマとキザルっていうのが一緒に出てきてるんですよ。わざわざクマの脱走とかを書く必要ないじゃないですか。エッグヘッドでクマの過去を深掘りする、それわかると。でも今の現実のこの無敵奴隷となったクマがなんで描かれてんねんと、そこにたまたまキザルがやってきた、本当にたまたま、絶対意味あるでしょ。これはキザルもこの太陽十字に関係してるからなんですよ。というのもこちらキザルは天の村雲という技を使うんですけど、その時のツバが見てください、明らかにこれ太陽十字なんですよね。で、これはまあピカピカの実の性質と言われたらそのようにも見えるんですが、意図してこの太陽十字を出しているんじゃないのかって僕は考えています。で、このピカピカの実が、まあ、太陽の神ニカの能力と密接な関係があるならば、太陽信仰の証である太陽十字になっているということも、まあ、考えられるわけなんですよね。で、まあ、もしくはもっと単純に悪魔の実能力、もしピカピカの実がある程度自分でデザインできるんやとしたら、キザルが意図的に作ってる可能性すらあると考えています。で、まあ、その根拠としては、まあ、ルフィもカイドウ戦で新技を放った時、今の技ゴムゴムの何にしようみたいなことも言うてましたし、小田先生がめちゃめちゃ監修している実写でもルフィは強いやつってのは技名を叫ぶんだみたいなことも言うてましたから、あ、なるほどと、技名考えて叫んでるんやみたいなことを思ったわけじゃないですか。じゃあここで遡ってこの天の村雲に振り返りたいわけなんですけど、本人が名付けているという時点で、まあ、ある程度意図的にこの太陽十字をキザルが使うことをまあ認めてるというか、分かった上で使っているんじゃないのかなと。まあ、故にキザルも反世界政府側になり得
出る可能性があるんじゃないのかな、もしくはもうそうなんじゃないのかなって思うわけなんですけど、実はですね、これ天の村雲が何もこの太陽十字に似てるからってだけで僕言ってるわけじゃないんですよ。天の村雲というと、これね、日本神話に深く関わってくるんですよね。尾田先生っていうのはもう各地のいろんな物語や神話からオマージュしてワンピースに書くというのはもうすでに知られていることじゃないですか。わかりやすいところで言うと、次の島、おそらくエルバフ行きますよね。そのエルバフの王子ロキというのは北欧神話に出てくるロキから名前を取ったってのもまあ明らかにわかることじゃないですか。じゃあそういう風に尾田先生は神話とかを参考にするってことはあるんですよ。じゃあ日本の神話それを参考にしないことがあるだろうか、いやないっていうことなんですよね。じゃあこのキザルの設定に隠されたこの日本神話のもうオマージュ元を読み解いていけば、実はルフィに繋がるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、まずキザルの技名っていうのは矢田の鏡、天の村雲、八坂の勾玉ということで、まあ、日本神話の三種の神器から取っているってことはもう間違いないじゃないですか。明らかにキザルだけ意識しているってこと皆さん気づいてます？キザルのこの日本神話がこじつけじゃない理由がここなんですよ。なぜなら他の大将の技名は別に神話から取ってないから。青キジのフェザントベックや赤犬の名号、フジトラのグラビトモーコのようにそれぞれ異名の動物にちなんだ技名を使っているんですよね。でもキザルは別に猿にちなんでないんですよ。まあ緑牛もいますけど、緑牛も別に筋肉モリモリみたいなことを言うてましたから、まあどっちかっていうとまあギャグ寄りの技テイストですよね。なんでキザルだけこの三種の神器の技を使うねんっていう話なんですけど、そもそもこの三種の神器ってなんやねんっていうと、まあこれねちょっと軽く歴史の勉強なんやけど、まあすごい簡単に説明すると、日本神話に登場するアマテラスという神様がニニギという神様に授けた三種類の宝物のことなんですよね。アマテラスの、まあ、孫です。ニニギというのはおじいちゃんから孫にその三種の神器をあげたよっていうものなんですよ。まあ、だから決して冷蔵庫、洗濯機、テレビのこの昭和の三種の神器とかをあげたわけじゃないんですよね。まあ、正直孫としては冷蔵庫、洗濯機、テレビを引っ越し祝いとかでくれる方が嬉しいんですけど、まあ、残念ながらそうじゃなくて、まあ、八田の鏡とかそういう鏡とか剣とかをくれるおじいちゃんやったわけなんですよ。じゃあなんでこの三種の神器をキザルが技名にしているか、ピカピカ目の技名になってるかってことなんだけど、これズバリ言います。キザルのピカピカの実の能力が太陽の神ニカを強化するために存在しているから、これに違いないかなって思ったんですよね。つまりルフィってのは海道戦で最高到達点って言ってしまったんですよね。無理っすよ、それじゃ海賊王なる。どうやって倒すの、あんな強いシャンクス。どうやって倒すの、白ひげやエースを倒した黒ひげを。レイリーですらもう勝てるか分からへんって言ってる黒ひげを。どうやって倒す、今のルフィじゃ無理よ、まだパワーアップってなんか。そのパワーアップのきっかけが実はキザルなんですよ。こちらの描写見てください。うわ熱と言ってます。キザルのビームを食らったルフィが、そして太陽のように光り輝いてます。実はこの描写ってすでにあったんですよね。いやいやおかしいやろと。ルフィがキザルの攻撃を食うように食らったのは今回が初めてじゃないですか。キザルと対戦したことがある過去でもそういう描写ってのは別になかったんやと。どういうどこでそんな話あってんと。映画かアニオリかとか違うんですよ。しっかり原作にあるんですよ。こちらめっちゃ似てません？このルフィがキザルを食らったシーンとこちらのシーン。でもこのシーンどこかって言われたらわかんないじゃないですか。これはですね、ビッグマムの過去編で描かれたマザーカルメルが燃える炎をそろそろの実の能力で太陽に変えたコマにめっちゃ似てるんですよね。そう、太陽に変えたコマ、太陽の神、共通点が出てきましたよね。でさらにマザーカルメルはこういう風な発言もしてるんですよ。太陽の神が全てを治めたのよと。明らかに太陽の神の影響があるよっていうことをここで匂わせしてくれてるんですよね。で実際神話のアマテラスの絵もこのように太陽の光が来てるんですよ。まあ、つまり太陽の神要素っていうのはキザルの技を食らったことで出た。先ほど僕言いましたよね、ピカピカの実がルフィの力をパワーアップさせるんじゃないのかと。まさしくそういう現象が起きるんじゃないのかってことがもう間もなくワンピースで描かれると思うんですよね。で実際この三種の神器を授けた側のこのアマテラスっていうのは太陽の神様のわけなんですよ。でこの太陽の神に関した技名を他にもキザルは使っていまして、例えばゲームにはなるんですが天の岩手やアマテラスというものにアマテラスから名付けられた名前の技も存在するぐらいなんですよね。でゲームとはいえ一応小田先生だとか担当編集の方とかは確認されたことは間違いないんで、キザルもしくはピカピカの実が太陽の神アマテラスをモチーフにしているということはもう確定的だと思うんですよ。じゃあ日本神話の中でアマテラスは三種の神器を授けた側やったんやけども、授かった側のこのニリニが一体何の神様やっていうと、五穀豊穣と国家安寧の神様なんですよね。じゃあどういうことかっていうと、ルフィはワノ国で海道戦の最後にこういう風に言ってましたよね。お前が一体どんな世界を作れる、麦わら、ダチが腹いっぱい飯を食える世界ってことを言ってるんですよ。
まあ、つまり和の国をお腹いっぱいご飯が食べられる平和な国にするっていうことがルフィの戦う目的だったわけなんですよね。つまりこういうふうに言われてるんですよ。和の国にとってルフィってのは五穀豊穣と国家安寧の神様、まさしくニニギの役割をルフィはすでにしているんですよね。でこれは何も和の国だけの話ではなくて、ルフィはアラバスタでもソラジマでも魚人島でもドレスローザでもいつもは最後は大歌いをして五穀豊穣や国家安寧をもたらしてきていると、まあ、つまりルフィはもうニニギとしての役割をやってるんですよ。で日本神話上ではこのニニギが地上に降り立つ際に太陽の神アマテラスが送り出されているのが三種の神器なわけなんですよね。じゃあルフィがですねいつこのニニギになったかっていうと、これは冷静に考えたら和の国のラストですよね。でも和の国のラスト、もちろんこの三種の神器を渡すタイミングなんてありませんでした。じゃあどうするねと、次の章で渡せばいいよ。だからエッグヘッドにキザルを持ってきた。なぜなら三種の神器を今持っているのはキザル、ピカピカの実の能力者やからっていう理屈やと思うんですよ。じゃあこれをキザルとルフィの関係に当てはめて分かりやすく説明すると、三種の神器そしてアマテラスにまつわる技を使うキザルで、五穀豊穣と国家安寧の神となったルフィ、つまりキザルが授ける側、ルフィが授かる側、受け取る側になるんじゃないのかなっていう話なんですよね。そして、まあ、今のところこのエッグヘッドの戦いの中でキザルは二冠になったルフィに対してヤサカニのマガタマ、アマの村雲を使っているわけなんですよね。つまりあと一つ、ヤタの鏡を使った時に何かが起きる、三種の神器を得てルフィは太陽の神に進化するみたいな展開が来るんじゃないのかなと思うんですよね。実際ルフィっていうのは今太陽の神って言われてますけど、皆さんこれも聞いたことありますよね。ハヌマーンやと、ルフィっていうのはこのハヌマンをモデルにしているんじゃないのかと。ハヌマンってないね、インドの神様なんですけど、こちらのように尾田先生が実際にハヌマン円陣っていうのが、まあ、しっかりとねこの尾田先生のメモに書かれてるんですけど、まあ、こちらはロードトゥーラフテルボリューム4でカイドウを倒したバジラングガンの脇にメモ書きでしっかりとハヌマン円陣と書かれていたわけなんですよね。でこのバジラングもハヌマンの言い換えということが、まあ、考えられるんで、ルフィっていうのはインド神話の要素も相当持っているんじゃないのかなっていうことを思ったわけなんですよ。つまりキザルからは三種の神器を受け継いで太陽の神になるための必要な力を得ました。じゃあ太陽の神になったルフィっていうのはインド神話では何に当たるんやってことを思ったんですよ。インド神話で太陽の神様おったら、それがもしかしたらルフィの今後かもなっていうことを思ったんですよね。そしたらいました、それがこの神様、こちらスーリア、見てください、こういう神様なんですけども、この神様はですねウィキペディアによると、金髪に三つ目、そして四本の腕を持つ姿で表される、七頭の馬が引く戦車に乗り天をかけるというっていう感じの説明やったんですよね。で実はこのスーリア、このインドの太陽神っていうのはインド神話の中やとハヌマーンよりも上位の神様や位が高い神様やってことになってるんですよね、まあ、つまりルフィが進化した先って言ったらあれですけど、まあ、そういう風な感じで捉えられるんじゃないのかなと。実際ルフィのハヌマーンと同じエンジンであるこのスグリーバの親がスーリア、太陽神なわけなんですよね。なんでこのルフィ、ギアフィフスの最高到達点の先へ、シャンクスとか黒ひげを倒すために太陽神になるぞっていう時の姿に金髪という要素が足されるんじゃないのかなと。実際やっぱドラゴンボールとかスーパーサイヤ人ってのはめちゃくちゃ面白かったわけじゃないですか。あのねボーッと逆立ってうおーって戦う姿が、もう僕ら少年はすごいワクワクしたわけなんですよ。で小田先生も絶対ドラゴンボールっていうのは大好きなはずですから、そういうことを思うと、まあ、この金髪みたいな要素が出てくる可能性もあるなと。まあ、でもただオマージュするだけじゃないと思うんですよね、ドラゴンボールを。そこでこのスーリアを設定を使うんじゃないのかなと思ったんですよ。で実際その要所要所っていうのはもうすでにワンピースの世界に出てきていて、ルフィにこの三つ目がつくみたいなことはかなり可能性としては低いと思うんですけど、腕が4本とかに関してはこちら見てください。ルフィはすでにギアホースのゴムゴムのコンゴオルガの時点で腕が6本になっているかのように描かれているんですよね。実際こういう風に腕が増えるみたいなんてふざけてるじゃないですか。まさに二から能力にぴったりなんじゃないのかなって思うんですよね。でこのスーリア、7頭の馬を引くっていう描写があるんですけど、実はこれ麦わら大船団の船長の数と一緒なんですよ。ちょうど7人いるわけなんで、まあ、間違いなくこの馬を意識してこの7人にしたんじゃないのかなっていうことを思ったんですよね。でこのインド神話の太陽神スーリアは北欧神話の太陽神ソウルと語源が一緒やってことが言われていて、北欧神話といえば巨大樹とロギなどからエルバフ、ソウルといえば熊がいたソルベ王国、太陽神国がある国ですよね。そういった国々とつながっているわけなんですよ。でさらに
このスーリアは太陽神ゆえに全身から高熱を発していて、暑さのせいで生まれた時に母親に放り出されたみたいなエピソードがあるんですよね。ルフィってお母さんの記憶とかほとんどない、お父さんの記憶すらほとんどなかった、まあ、つまり放り出されたわけなんですよね。親から放り出された、そういうところも似ているんですよ。で、日本神話にもカグツチっていう神様がいるんですけど、イザナミから生まれたんですけど、生まれた時にお母さんを殺してしまうぐらい燃え盛る姿で生まれてしまったっていうエピソードなんですよね。イザナミってのは日本の太陽神であるアマテラス大御神のお母さんでもあるんですよ、まあ、つまり義兄弟なわけじゃないですけど、燃え盛って生まれてきたこのカグツチっていうのはワンピースの世界でいうところのエースなんじゃないのかなと。エースも生まれることでお母さんを死なせてしまいましたよね。カグツチも生まれることでお母さんを死なせてしまってるわけなんですよ。で、さらにこの兄弟、そういう設定もあるっていうことなんですよね。なんでかなり神話の部分っていうのは意識してるんじゃないのかなと思いましたね。で、実際ワンピースの中でもキザルのピカピカの実の光を食べたルフィはお香が差したように光り輝いていて熱ーと言ってるわけじゃないですか、まあ、でも一方ではルフィはゴムゴムのレッドホークとかゴムゴムのレッドロックで火をまとう攻撃もしていると。で、さらにカイドウの火炎発揮を受けても同じように熱いで済んでいることから炎に対する耐性っていうのがなんかあるように見えるんですよね。で、そこまで来るとルフィってのはやっぱりこの太陽神になった時に、まあ、ある種炎すらもまあ使えるような存在なんじゃないのかなってことを思ったんですよ。じゃあ太陽の神ニカの真の力とのはキザラダのピカピカの実の影響によってインド神話のスーリアのように全身が覇王色の覇気で光り輝いてもうオーラが出まくって金髪になって高熱を発する戦士でまさに太陽のようになる、だから太陽神あったかいみたいな存在になると思うんですよね、まあ、というのが、まあ、今日の考察やったわけなんですけど、皆さんいかがでしょうか。はい、まあ、というわけで今回は太陽の神ニカの真の力とキザルの関係について、まあ、徹底考察したわけなんですけど、これですね結構ね、まあ、僕やっぱコヤッキースタジオっていう都市伝説のチャンネルやってるんで、まあ、神話とか勉強していく中で、え、これ明らかにルフィのことじゃない、これ明らかにエースのことじゃないみたいなことを思ったんで今日お話しさせてもらいました。まあ、もしねこの回が面白かったよという人がね、まあ、いらっしゃいましたら、まあ、高評価3000以上でまだあるんですよね。これねキザルと日本神話だけでも全然一本作れるんで、見たいよっていう人がいたらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。逆にですね、あまり高評価いかなかったらもう神話と絡めるのはやめようと思います。ぜひねコメントで感想も教えてください。よろしくお願いします。それでは See you。 頭の中の果てなブロック。